いよいよ最後の目的地アスワンに電車で向かいます。ルクソールからアスワンまでは約3時間です。行ってみましょう。さて、慌ただしく駅前、駅からですねメインストリートに出て乗り合いバンに乗って、船着き場にやってきました。いろいろなブログでは情報があったんですけど、まあおそらくここだろうと。 KFC が目印になっているんですけど、ここからエレファンティンアイランドに渡るパブリックの船が出ると思います。私が知っている限りでは5ポンドで行けるかなと思いますんで、地元の方々と一緒にちょっと待とうかなと思います。いやー素晴らしい。ようやく着きました。セコカとナイルビューホステルです。いや、ここはね、ロケーションがやっぱりバッチリいいということで、今回選んだんですけど、これもね、ナイル川なんですよ。で、ここでね、泳げるっていうことで、静かな島の中でも、またより人がいないエリアですね、ここは。すごい場所です。基本、島はもう全部路地が入り組んでて、タクシーとか、そういった車が入ったりとか往来することはないんですね。まあなので結構重たい荷物持って船着き場から、そうですね、10分15分は行ってないと思うんですけど、まあ暑さとね重さで15分ぐらいもう優位に歩いたような、そんな疲れ具合ですね。想像通りの素晴らしい場所です。冷たいんですよね。
思った以上に綺麗でクリアで、ですごい冷たいんで、もうそれこそ 1,2 分入るだけで結構体がもうクールダウンしますね。いやグレートナイル。マーケットです。いやもうね、歩くだけで楽しいね。おー、人もね、人懐っこい感じがちょっとやっぱしますね、アスワンは。はい、